おはぴよー、どうもひなぴよと、どうもどりでーす。わーい、今日はエンディング回収していくぜ、していくぜ。前回ね、ちょっとなんとトゥルーエンド見ちゃったんで、あれがトゥルーエンドだったとはねえ。先生も幸せになってほしかったな。推しが幸せにならないゲームってことで、今ね、白ウサギから世界の鍵をもらったところのセーブデータやってます。なんかそこのこの後の行動によって結構エンディングの分岐があるみたいなので、ちょっととりあえずなんか白ウサギさせないの、これ。白ウサギはさせないっぽいね。させないんだ、一番悪いと思う人。ああ、僕はもう人じゃないので無意味ですよ、後ろに隠してしても分かりますよ、すいませんいい夢を。はい、なんか刺す子によってその子その子のエンディングがあるっぽい。あ、なるほど、順番に見ていこう。オッケー、じゃあレッティを刺そう。レッティちゃん、ごめんね。ごめんね、レッティ。ごめんなさい、ね、ごめんね。はい、ごめん、ごめん、ごめんよ。あ、嫌な音が来る。嫌だ。あ、いや、不協和音。あ、来ない。あ、来た。不協和音。そう、これが苦手なんだよな。あ、不協和音。もうこのゲーム、この音の記憶しかなかった。そうなんだ。起きたね。で、他の子は喋らないのか、もしかして。あ、喋んなくなってんね。レティはどうなってんの。レティちゃん、ちょっと最後にしよう。ちょっと待って。先生いるかな。あ、先生。生きてる先生が見た。生きてる先生。あ、いるいるいる。あ、先生。そうか。こうなってしまったんだな。手帳の鍵は持ち主の名前だよ。ああ。忘れないであげてくれ、あの子のこと。そうすれば魂のつながりを失うことはきっとないんだ。なるほど。じゃあレティ。レティちゃんの部屋行くか。レティのとこに行ったらなんかエンディングが見れる。なるほどな。ちょっと名前確認しとこう。レティ&リック。はい。ああ。反応がない。ああ。これか？日記って。そことか。ああ、みんなが書いてた手帳がそうなったって。ああ、パスワード。待って、消しちゃった。今びっくりした。よいしょ。オッケー。で、ん？あ、プラス押しちゃった。で、アンドリックもいるのかな。どうなんだろう。レティ。あ、入った。はい、今日お庭に蝶々がいたの。先生にもらったクッキーをあげようと思ったけど、蝶々はお花の方がいいみたい。お花って美味しいのかしら、お菓子より甘いのかしら。今日は雨が降ってたわ。雨って外で遊べないし、ジメジメしてて嫌い。この雨が全部キャンディーだったらいいのになって思っちゃう。雨だけに。それにお勉強もしなきゃ、抜け出しちゃうけど。手帳をリックのものと間違えてリックに怒られちゃった。あ、リックも手帳持ってんだ。中身は見てないけど、でもわかるの。とても悲しそう。先生、私が悪いのかな。今度ごめんなさいってちゃんと言おうと思うわ。私ね、知ってるの。お母さんもお父さんもお家もどうして燃えたのか、でも言わないわ。リックがもっと悲しんじゃうから。あ、リックが燃やしたのか。私がもっと強くならなくちゃ。先生、もっといろいろなことを教えてね。ああ、これでエンディングなんだ。なるほどね。それぞれの、そうだね、で お母さんお父さんの間にレティちゃんがいるけど、お母さんは迷惑だからっつって森の奥にレティちゃんを連れて行ってるのかな、これは。で
ってきたから気持ち悪いみたいな、そういうこと。うん、違うな、なんだ、うん、なんか怖いなみたいな。リックか、あ、うん、リックが手を差し伸べてくれたんだね、うん、心の支えになってたんだな、うん、というかあれか、あの嫌なことから逃げ出したくて、うん、リックという人格ができてしまったのかもしれない、うんてる、これもしかしてかな、うん、うん、あれ、これで先生と出会うと、はあ、すごい、リック、あら、もう寝ちゃったのね。私ももう寝なきゃ、先生に怒られちゃうもんね。ねえ、あと何回リックとお休みって言えるかな。ああ、二人ぼっち。なるほど。ということでレティちゃんのエンディング見ましたね。なるほど、一人ぼっち。じゃあ続けていきます。チェルシー、うん、チェルシー、チェルシー、ごめんな、あー、もうすでに血まみれなのに、うー、ごめんな、あー、あー、ごめんな、あー、ごめんな、あー、この真っ黒になる表現がすごいな、あー、あ、来るよ、イヤホン大丈夫、外します。終わったら言って。終わった、オッケー。さあ、オッケー。じゃあどうしよう、直でもチェルシーちゃんとこう、そうだね、つづりをチェルシー、オッケー。まあ、反応ないよね、反応ないね。チェルシー、開いた。お昼は空が真っ赤になるのでとても怖いです。雷も音が怖いからすごく嫌です。先生はお空の色とか変えることできませんか。今日はレティちゃんに誘われてお外で遊びました。お花畑のところで遊んでたら肩にイモムシが乗っててびっくりして泣いてしまいました。近くにジョシュア君がいてイモムシ取ってくれました。かわいい。あそこで何してたのって聞いたらカエル集めてるらしいです。先生の頭に乗っけるカエルかな。かわいい。先生気をつけてね。クマさんの腕が取れちゃった、どうしよう。クマさん好きなんだよね。ね、怖いよ、バラバラになっちゃう。あの時みたいになっちゃったらどうしよう、うん、助けて。あの夜夢でまたあの時のことを見てしまいました、うん、先生夜遅くだったのに無理を言ってしまってごめんなさい。どうしても辛いの、許せないの。いつかまたあの時に戻れるかな。お母さん、お父さんと一緒に暮らせる日は来るのかな。うん、うん、これでエンディングか、うん、どういう背景だ。深いね。ね、一人一人深いぞ。ね、ちゃんとエンディング用意されてるのが、うん、ああ3人ちゃんと、うん、あ、お父さん、
てかこんな深いゲームを無料で遊んでもいいのですかって感じなんですけど、そうだよね、金払うよ、これはなんだ、クマ、クマか、あの知らない男の人あで、うん、手つないで、うんうん、おばあちゃんの家まで、うん、来た、うん、そして薬草をね、薬草っていうかお薬を取りに行ってる間に、うわちゃん、手紙、うん、あ先生との手紙かな、これで先生が声をかけると、うんなるほどね、悲しい、どうしてあの時狼を殺してしまったの、殺さなきゃいけなかったの、お父さん、お母さん元気かな、早く私が元気にならないといけないね、ごめんなさい、うん、うわー赤色、うわー、お父さんは真っ赤って言ってたよね、うん、だってやっぱりお父さんを殺しちゃったってことなのかな、うんうん、へえ、じゃあ次行こう、行こう、もうやべえ、すごいな、深いな、うん、ひなぴおの推し、推し、推し、女子役、いやごめん、あでも推しだから聞く、ちゃんと怖いけどこの音、あ不安になる音よね、ねえ、おあなんかちょっと控えめだった、そうだね、うん、よし、ジョシュア、ジョシュア今行くぞ、間違えた名前みたい、あジョシュア、そのままかな、ままだね、反応がない、サンナ、サンナってなった、サンナ寂しいって言おうとした、うん、悲しいと寂しいが混じった、ジョ、ジョ、ジョシュ、シュア、今日変な模様のカエルを見つけたんだ、先生が寝てるときフードに入れてたけど気に入った？あと机の上とポケットと頭の上にも乗せといたよ、かわいい、最近寒くなってきたから見つけるの大変だったんだぜ、うん、宿題が多すぎると思います、なんで宿題ってこんなに面倒なんだろう、最近ここに来たアレン？あいつ頭がすごくいいんだ、すごいな、宿題はちゃんと自分でやってるよ、疑わないでね、うん、うん、朝起きたら帽子がなくなってた、すごく不安になったんだ、よく探したらベッドの下にあったよ、あのままだったら死んでたかもな、どうしてこんな気持ちになるんだ、なんであんなこと言ったんだっけ、あの時どんな気持ちだったっけ、自分で何を言ってるか
言ったのか覚えてないんだ。きっと何も言わない方がいいんだけど、言わなきゃこっち見てくれないだろう。うん、いつもごめんね先生。自分では悪いって分かってるけど、すでに辛い、やめられない、止まらないなんだな。かっこいい店なんだな。そうなんだな。あー、やっぱ家族が多いんだ。お母さんがこっちを見てくれないから、うん、嘘をついて、うん、お母さんをびっくりさせてたと、うん、そうやって反応してくれるのが嬉しくて、うん、冷たくなってるのを言ってもこう信じてもらえなくて、結局これお母さんが自殺したってことだよね多分ね。あ、違うか、お父さんが死ん、ん、どういうこと。でもお母さんもそうか、うん、お父さんも死んでしまってお母さんもやつれてって、うん、何も反応してくれなくなった、うん、先生と会ったと、うん、あ、お母さん、うん、お母さんどうなったんだっけ、うん、月って丸い形しかないんだっけ、それとも四角や三角もあったっけ。夏は雪が降らない、うん、合ってるよな。猫はバスみたいに大きくない、ならない。犬もだっけ。冬はコートが必要、夏は不必要。じゃあ僕の存在はどっちだったっけ。 いるよ、いるよ、いるんだよ。かわいいな。でも狼少年、うん、泣いてるじゃん、ね、ああ、ジョシュ、つらい、つらい、推しのエンディングが辛い。辛い。あ、ステラね。ステラちゃん行くか。いやー、きついなー。ステラちゃん、ステラちゃん、ごめんね。いやー、はい、ごめんなー。もう一思いに刺しました。はい、外す。ジョジョ猫エンディング気になるな。ね、なんかそれはちょっとやり方わかんないから、あ、最後にしよう。うんうんうん。はあ、来た。来た。よいしょ。さあ、ステラ。ステラ。ステラ。あ、そのままだった。ステラ。さあ。隅っこに小さな教会の絵が描いてある。ほう、たくさんのリンゴの絵が描かれている。おう、ああ、絵だけ、うん、1ページ真っ黒に塗りつぶされている。先生の目と同じ真っ黒、不思議。あの町と同じ目をしている、息をしているのにどうして。ああ、これだけなんだ。へえ、へえ、
どういうことだ。ステラちゃん謎すぎるな。でもなんか深いね、うんうん、ああ、でもそうか、死んじゃってるからもうぐしゃぐしゃに、うんうん、謎に包まれてんなこの子、うん、注射？注射？どういうことだ？お墓？ああ、一人だけなんか。注射して大丈夫だったってこと？ああ、取り残されて、うん、他の人はみんなその、うん、病にかかって、うん、逆に一人だけ生き残ってもなんかなって感じね。リンゴ、うん、リンゴ毒リンゴっつってたよね。うん、生きてる実感というか、うん、ないよね、うんうん、でこれでなんかシスターみたいな人に紙を渡されて、その地図を見ながら来たんだね。来たんだね、うん、森の奥から来たって言ってたもんね。あ、もう他の子はいるのか。そうだね、うんうん、多分4番目に来た子だもんね、うんうん、また死んじゃった。みんな死んじゃった。私はどうして死なないの。なぜまだ生きてるの。息をしてるの。眠るのが怖いわ。また誰か死んじゃうかも。次は私かもね。わー、食べちゃダメ。いやなんか誰のエンディングもスッキリしないな。そうだね。まあそれはまあ今んとこトゥルーエンドが一番いいんだね。そうだね。あとあれか、自分にもさせるのかなこれは。いやもうない。あ、ないんだ。自分もチャシャ猫。あ、ないんだ。うん、自分にさせないのこれ、うん、あ、させないんだ。なんだ、ということはあとチャシャ猫エンディングだけ。どこだったかな。少年の世界、この辺。うん、少年の世界左の穴。穴穴穴、ん、扉の横に穴。ちょっと待って、この中か。うん、ああ、行かなきゃ。これ、違う。あ、それこれじゃないのか。ん、少年と別れることになる。ここまでかけらを8つ集めてると、ここでもかけらを手に入手できる。うん、入手した。かけら9つあるね。うん、エンディング6、少年の世界で扉の横の穴に入ると。入れないんだよな。それぞれの世界につながる部屋がありますよね。白ウサギの次のマップです。うん、あそこでチャシャ猫の質問にすべてわからないと答えます。一回なんかあるよみたいに言ったよね。あれかマジか。ってことは、そこで分からないって答えないと、うん、いけないんだ、まあ、分からない以外の答えを返してしまうと、チャシャ猫が出てこなくなってしまうので注意。はい、
はい、ロード。どこからだろう。どこからだ。はあ。全部わからないって答えとけよかったのか。なるほど。レティちゃんからやり直しだな。てかレティちゃんまでは終わってんだな。ああ、それか。じゃあまた次回にでも聞いてやるよ。お前が早々に潰れないことをお祈りしてやるぜ。おっと時間だな。また話そうぜ。くそー、またチェルシーちゃんからやり直しだぜ。やべえ、マジか。サクサク行こうぜ。やるわ。攻略組みながら。おう、攻略を。でももう覚えてるわ、うん、出しておこう。宮田竹良花の名刺。この辺は全然いいけど、ステラちゃんのところが面倒なんだよ。あー、迷路ね。え、何？花占い？あら。え、なんか花占いみたいなこと言ったな、今。飛ばしちゃった。別になんかそういう攻略方法書いてないけど。うん、じゃあなんか左のやつ。うん。幸せ、不幸、幸せ、不幸、幸せ、不幸。終わっちゃった。大丈夫。残念な結果は信じないようにってお母さん言ってたもん。私、神様にアレン君が幸せなようにお祈りするね。いい子かーい。いい子かーい。ああ、いるね。うん。言いたいこと言えっていう割には、マイナスやバッドなこと言うとナイフを向けてくるよな。あ、そういえばここで出てこなかったもんね、もうね。あ、もういないねって言ったね。ああ、じゃあ何を言えばいいんだ。ああ、そうだな。それなら何も言わなきゃいい。でも言われなくなったら寂しくて死んじゃうんだろう。それなら犬や猫みたいにうんやにゃー、あ、ワン、うんじゃなかった、ワンだった。ワンやにゃーってだけ言っとくのがいいさ。知識は心を汚すんだ。うん。お前、もうちょっと似せようって気はねえのか。また随分と疲れてるみたいだな。嫌ならやらなければいい。頑張っても疲れるだけだぜ。それとも何か理由があるのか。わからない。そうかい。じゃあまた次回だな。世界にいるやつら助けようとしてるんだって。ウサギも言ってただろうが、お前がそいつの世界に入った時点でバッドなエンドは確定してんだよ。口だけで言ってまだ続けるつもりなのか。あいつと全く同じじゃないか。そういうことは教えてくれなかったのかい。おっと時間だな。また話そうぜ。おお、なるほど。これで次、うんうん、ジョシュア君か。ジョシュア君の世界怖いんだよ。怖いね。とりあえずちょっとセーブで。またいる ね、 いいね。よし、オッケーオッケー、順調来てるね。いつも自分のことしか考えてないくせ、不幸な目に遭うと人のせいにする。人って悪魔よりよっぽどたちが悪いと思うぜ。ああ、俺が一番たちが悪いと思うのはあいつだがな。ああ、そうさ、俺は悪魔、あいつも悪魔だよ。性格には少し違うけどな。名前は適当さ。そんなの僕らの中じゃもう必要ないからな。お前の名前だって別にどうでもいい。だからみんな同じように呼ぶのさ。なるほどね。だから全員アリスって呼ぶんだ。それともアリやカエルの名前なんて気にするのか。まあ呼び名はあった方が楽だろ。いつも適当に本とかそういうのから取ってんだ。面白いもの作るよな。ああいう世界を作れるって素敵だと思うぜ。なんだ、今おかしなこと言ったか。あまり楽しくなさそうだな。周りに振り回されんな。引きずってどうすんだ。クズなほど成功する世界だ。狂っちまった方が楽だぜ。俺の言葉なんてただの悪魔のささやきさ。それとも今の言葉もお前は真に受けるのか。わからない。うん、そうかい。結局はアリス自身のこと。アリスがそうだと言えばそうなる。その自分のことも未だ分かってねえみたいだけどさ。どうして俺がこんなこと言うのかって分からないのか。
人を悪く言うことほど簡単なことはないからさ。おっと時間だな、また話そうぜ。おー、よしやるか。じゃあステラさんのところやりましょう。左上にかけらがあるからまずそれを取って左上どこだ、ないぞ。嘘、あれそこのマップじゃないとか。でも雲がいるよね。うん、上げてからかな、かな。はっ、 OK。 上、うん、飛ばされるよね。うんうんうん、あれかけらなかったぞ。いいのかな。マジか、かけら集めないとチェシャ猫と会えないとかあんの。どうだったっけ。どうなんだ。そうっぽいけど、でもなかったよね。うん、前のかけらを取ってないと現れないので注意。うん、前のかけら、ジョシュア君の世界で私1個しか取ってない。もしかしてどっかにあったっけ。ああ、はあ、なるほど、だから出ないんだ。ああ、マジ、嘘。よいしょ、はあ、死にたくなってきた。これはレティちゃんのとこからやり直し。いやあ、オッケー、オッケー。よう、ずいぶんといい顔になってきたじゃないか。こうして立ってるのが不思議なくらいだ。ニューレコードだぜ。ほとんどの子供は人の心に干渉した時点で潰れちまうからな。そうだな、これから何をすればいいか、ヒントをあげよう。私もあくまでも案内人だからな。一つ、前に俺がお前から何かを奪ったと言ったな。僕が奪ったのは一つだけだぜ。たくさん奪うのは疲れるからな。ま、それでお前が綺麗に空っぽになるなんて思ってなかったからさ。二つ、その鍵で、その鍵で刺せばそいつは鍵の扉となる、うん、世界と世界をつなぐ扉にだ。つまり世界から戻れなくなる、うん、魂を置き去りにするわけさ。外側はいらないからそっちにお返ししてやるがな。三つ、お前はこれは夢だって言ったな。お前がそう言うんならそうなるさ。お前を散々苦しめた夢だ。夢ならこの夢を見たやつが必ずいる。これは誰の夢だろうな。しししそれでそいつを、それでドイツを刺すか、それとも泡になるか。もう一つの方法、ああ、あるぜ。もう一つ、世界と世界をつなぐ方法。それは悪魔との契約さ。お前がどの道を選ぶか俺は見てるだけだ。やることはもう決まったか。わからないよ、うん、そうかい。お話は今回で終わりだ。もしまた会えたら約束守ってやるぜ。扉は開けとくからさ、うん、おっと時間だな、じゃあな。オッケー、これでオッケー、先生のとこクリアすればいいのかな、うん、そうだね。かけら手に入れた、ここに手に入れて行かなきゃで、セーブしよう。うん、一応13人下、オッケー、よし行こう行こう。5、ある、ある、これか、これか。いや、行こう行こう。変な穴がある、入ってみる。いや、入った。うわ、で、しばらく上、左、なんかいろいろ、うわ、見てた。え、ね、かっこいい。お前の罪の数を数えろ。え、判決、有罪、終身刑に処す。一生いい夢でも見てな。え、よう、なんだ、
前に言っただろ、中見せてやるぜって。ぐちゃぐちゃだったからな、適当にかき集めた。右目は羊に苦しめられた少年、髪は光を失った少女、耳は親に捨てられた黒猫。なかなかクールだろ。もっと褒めていいぜ。俺は約束だけは守るやつだからな。鍵もらったんだろ、白ウサギからさ。でもお前が刺すのも刺されるのもつまんねえんだ、私的にはさ。何聞いてもわからないばっか、食ってもうまくなさそうだしな。ああそうさ、前にも言ったがな、俺たちは魂を食うじゃないと消えちまうからさ。魂なら犬でもカエルでも食える、でも人が一番うまいぜ。特に絶望や苦痛で潰れちまった魂はな、子供は余計なことを知らない。あるものを奪っちまえば簡単に潰せる。うわ、ま、お前からそれを奪った時ほとんど空っぽになるなんて思わなかったけどな、うん、今時そんな子供がいるなんてレアだと思うぜ。逆に大人はダメだ、知識で汚れちまってる上に簡単に潰れやしない。だから俺たちは子供を狙ってこの世界に招待して料理してるのさ。ああ今回は特別なパターンだがね、結局あいつは変われなかったのさ。ガキの頃からちっとも。先生のことか。そうだな、そしてこんなに大きな世界を生みやがった。今日ほど愉快な日はない。何かおかしいか、お前だって豚や牛の魂を食ってるんだぜ、うん、俺たちがカエルや人の魂を食うのと何が違うんだい。そもそも俺たちとお前らの違いなんて全くないんだぜ。なぜ俺たちがお前と同じ言葉を話し行動するのか気になったことはないのかい。問題、人は死んだらどうなると思う。人は死んだら世界から見えなくなる代わり、一つの力をもらえる。魂は死んでないからさ、いろいろあるんだぜ。俺は人から何かを奪える、ウサギは人の進む道しるべを書き換えられる、いい方向にも逆にもな。それをお前らが都合よく悪魔や天使だって勝手に名付けたのさ。俺らと違うっていうのは神様だけだよ。かなりお怒りだぜ。生き物は全てベベベベがないと生きていけないようにした。でも人は、まあこれ愛なんだろうな、愛を忘れた。そして自分たちで勝手にルールを作ったんだから。さあそれはどうだかな。人が誕生した時点で世界は終わってるんだよ。もうあとは終わりに向かうだけなのさ。俺としたことがつい長話をしちまったな。少し前に言っただろ、世界と世界をつなぐもう一つの方法、悪魔との契約。簡単に言えばお前の魂と俺の魂をミックスする。魂を食らうより取り込む方がずっとずっと長く存在できる。意志っていうのは厄介でね、それだけで全てを思い通りに動かすことが困難になる。だがお前は空っぽだ。こんな都合のいい物件はなかなかない、うん、お前が全部くれるってんなら俺はお礼にこの世界のやつらみんな世界に戻してやるぜ、うん、何ガブリと気づいたら終わってる。痛くないよ。ここで消えるか、それとも俺として存在し他を助けるか、どうする。これでいいようにするとバッドエンド、いやバッドエンドじゃないか、嫌だにするとゲームオーバー、ゲームオーバー。いいよだとエンディング6、エンディング6を見よう。やっといいよ僕の体をあげるよ。契約成立だ。賢いガキは嫌いじゃないぜ。
まあぼんやりと景色が見える程度には意思は残ってると思うぜ。お前から奪ったもの？そうだな、最後に教えてやるさ。愛、俺はお前から、他の奴らから愛を奪った。すっきりしたか？そうかい、それならお前のこと覚えておいてやるさ。んじゃな、アレン。うわー、これで体を乗っ取られるってことか。うん、あー、これでアレン君のエンディングって感じなんだな。へえ、へえ、なんだろうな。じゃああれか、両親が亡くなったって言ってたけど、うん、愛されて育ったってことだね。うん、両親を失って愛を奪われたから、うん、空っぽになってしまったってことか。アレン君的バッドエンドだね、これ。そうだね、他のみんなは戻るけど、うん、自分を犠牲にしてっていう感じだね。結局どこのエンディングでも誰かはバッドなんだ。あー、アレン君が先生を助ける方法を探すエンドが確かにトゥルーエンドだよね。切ねー。面白かった。うん、いや、これで全部のエンディング見終わりましたね。回収できました。お疲れ。外明るい。マジ4時半、やば。はい、いや、頑張ったね。頑張った。ちょっと2週目を結構しくじったんで、やらかしが結構多かった。うん、疲れた。でも面白かった、うん、いい作品出会えた。あ、よかった、楽しんでもらえて。あ、いや、一人になっちゃった。あ、寂しい。そして先生に出会うと、うんうん、アリスメア。うーん、いい。拍手拍手。あ、よかった。まだあるね。ああ、やっぱり新しくするとすぐにはなれないな。鍵はウサギに会いたくないしな、適当にその辺捨てておくか。さて、適当に回収していくか。誰から食ってやるかな。ああ、わざとあいつの前で食ってやればあいつも完全に潰れるだろうな。大人は食えないからな、ね、適当に遊んで、あとは新しいパーツにでもなってもらおう。しっしっし。うわうわ、なんかかっこいい、ちょっと好きかも。いや、ちしゃね、こういいキャラしてるけど、え、全員助けるって言ったじゃん。いや、うわ、いや、最高のバッドエンドだね、これは。そうだね、うん、一番のバッドエンドだ。なるほどね、うん、全員ぶっ殺すってことか、うん、うわ、いや、かっこいいけども、かっこいいけども、うん、はい、うわ、いや、すげー、いいゲームだった。すげーわ。じゃあ終わるか。終わろう。寝よう。寝るわ。ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、少しでも楽しんでいただけたら幸いでございます。じゃあまたなんかコラボしたいね。ね、また探しましょう、ホラゲ以外で。そうだね。よし。じゃあお疲れ様でした。おつでした。バイバイ。バイバイ。